福魔殿とは、中国の電気小説、水古殿に登場する建物、または、英国の助教師、失楽園に登場する都市の名前、悪魔が潜む殿堂の儀。また、転じで、陰謀や悪事などが絶えず、企まれる場所を指す。水古殿福魔殿刺しゅえ中国の電気小説、水古殿に登場する魔王が封印された建物。道教の本山である、山に、 大神清宮、三堂殿、宮天殿、四尾殿、北極殿などと共に建立されていた。当の時代に、同志、ホラ原国師が、龍古山の地下に魔王を封じ込め、そこに、福間殿が建てられた。周囲を赤い土塀で囲まれ、軒先には、金文字で、福間の殿と書かれた看板が掲げられていた。正面の扉には、五符が何枚も貼られ、 銅で固められた城前がついていた。社殿の中には人大文字が彫られた高さ2メートルほどの石碑があり、背面には普通の文字でグーヒロシシカモカイと記されていた。石碑の地中約1メートルには3メートル四方もの巨大な一枚岩があり、その下は底なしの深い穴となっている。この穴の中に魔王が封じ込められていた。代々の天使により、 決して開けてはならない場所として、厳重に守られていたが、北曹時代に、龍子山を訪れた、官僚、こう進むによって封印が暴かれ、魔王が世に放たれた。福間殿という建物は、厚生省貴景市の大上清市区内に実際に存在するが、現在の建物は2000年に再建されたものである。竜子山大神清宮の一階が、パンデモニム英国の 失楽園に登場する地獄の首都パンデモニウムの訳語、マ,ンマデンとも訳出される。2001年5月11日、人事問題などで外務省と対立していた当時の外務大臣、田中紀子は外務省内で何が行われているかわからないという意味で外務省側は大変な、あまり言葉がよろしくないが、福魔伝のようなところと記者会見で発言し話題となった。 2016年9月15日、東京都の豊洲市場問題について取材に応じた元東京都知事の石原慎太郎は東京都は福までんだねと発言した。ありがとうございます。